録音が終わった時にすごいよくできたなって思ってた時に、初代マネージャーの樋口武史がミスチルみたいだなって言ったいいじゃん聞いてたからそれ聞いてたから全部決まってるじゃん。じゃあここから、ミュージアムの聴いてきながらですね、曲の話とや当時の思い出話を語ってもらうというものでございます、はい。時間の止め方、あ、これ思い出して今唐突に、スタジオでさ、多分ね、タクヤがトイレ行って、俺がこのイントロのやつをイントロと思わず弾いてて、それそれって言ったんだよ、ね、何今のって言われて、いや適当に弾いただけって、そこからそうだったかもしれない、そこから曲作ったんだよ、今のいいじゃんってなったんだ、そう思い出した、で1曲目として作ったんだよね、多分これも、これでもライブでもね、なんかすごくいい使い方ができるし、後々ね結構化けたって言ったらあれだけど、そうそうそう、このアルバムが始まりますよと、だからその間みんなの時間をちょっと止めるからねっていう曲ですもんね、そうそうそう、録音が終わった時にすごいよくできたなって思ってた時に、初代マネージャーの樋口武史がミスチルみたいだなって言ったそれをめちゃくちゃ覚えてる、いいじゃんね、いいやんな、聞いてたから、それ聞いてたから出るに決まってるじゃんもうすぐカテゴライズしたからそうそうそうこの曲がいいかどうかで話してください、本当です、これでも好きだなこの曲、すごっ、ミュージアムツアーの見つけが出てきた、そうそうそう、こっちも入ってる少ないな、でもこの頃まだ、まあ、少ないって言っても結構やってるけど、30ぐらいこれ、はい、アイスクリームシンドローム、山口修さんというもう本当に大ベテランというか大御所、スーパー大御所のレコーディングエンジニアさんに、洋楽っぽいね、あのサウンド感っていうのをすごい、どうやったらできますかねって相談しながらやってたよね、これ、これはポケモンか、そうです、ポケモンですね、ポケモンのタイアップはゾロワと、ゾロワークだっけ、あ、そうだったかな、確かに、そうだったけど、映画だね、だからそれこそ今仕事する若手の方たちはこの時代小学校とか中学校で聴いててくれてるんだよね、ああその映画で、映画でそれを言われたりしますね、すごい好きですって、これ PV がすっごい大変、あのあずっとカメラCCD 見たつけてすっげー寒かったでしょ、寒かった、あの茨城か、茨城の発電の風車のとこね行って、これっていまだには思うんだけど、このキーで正解だったんかいまだに思うのよ、最後に転調してで最後がファルセットしか出ないのにキーなのよ、これそうね、それ多分1音か半音下げたら最後のサビが一番盛り上がる地声に行けたんじゃない、一番最後地声じゃなかった、いやファルファルできて地声じゃなかったっけな、だから無理やり出したって言ってなかったっけ、そうだからもう無理やり出さないとと思ってやったかもしれないけど、現実的なキーじゃないの、そうね、でも当時もね、そうか、結局ラララで作ってる、まあまあラララマジックね、ラララマジックで高い声が出るパターンの、なんかこれ未だにね歌うといつもこのキーで良かったのかなって未だに思う曲なんだよね、あーって言ってた時に、まあでもそれが洋楽っぽいっていうのもあるのかな、そうなのかな、主人さんの中で小沢が好きな ね、もう小沢が、うちのマネージャー小沢がいつもライブのセットリスト決める時に毎回、前もやったのに今回も入れますっていうね、毎回やっちゃダメなんですかって言われるわ、ね、そうじゃないけどね、そう言われれば確かにそうじゃないけど、だって全力少年とかね毎回やってるからね、そうなんだ、そこまでのパワーがないから言ってんの、そうね、俺たちはね、アイスクリームは前やったよって言ったら、いやもう一回やっていいじゃないですか、そうそうこれもタイアップだね、これ NHK 中学生日記、中学生日記ですよ、50周年とかなんかすごかったね、すごい周年だったんだよね、100周年かな、そうだね、テレビそれはないわ、テレビはないわな、テレビやってないちょっと今アホなこと言ってたね、出ちゃったね、いやなんかすごいことだった気がするんだよあ、じゃあだから50か60かぐらいかな、例えば何万回放送とか、その時に実際にスキマスイッチが行ってお話を、そう中学生とお話を聞きますっていう企画を出したら、たくさん全国から応募が来て、で熊本行ったの、熊本の女の子ね、でそうそう、あのロケさせてもらって中学校まで行って女の子と喋ったりとかして、そうそうそう、でその子の
言葉がもうこのもしも一点取り巻くすべてのところに出てる、うん、それがすごい印象的だと覚えてる。携帯をね、うん、すごい気にしちゃって。そうそう、このさ、僕その最初のね、これ多分新太くんが出したと思うんだけど、淡い願いを乗せるサイドスローで見かけた空はって、うん、薄雲がかかったような冴えない色をしてたっていう、うんうん、ここがすごいこの曲を表してるなと思ってて、うん、この中学生のね、うんうんうん、でサイドスローのこういう風にやった時のこの視界ってことでしょ。そう、でそのさ情景が浮かぶじゃない、うん、それがあこれめちゃめちゃいい出してきたなと思った覚えがある。で出した俺のタイトル候補が河川敷サイドスローで拓哉が一生に伏していやそれはないわって。でも悪くないな今聞くと。河川敷サイドスロー悪くないなそれ。いやでも石黒デイズの方がいいわやっぱり。いいでしょ。語呂はとてもいいんだけど河川敷サイドスロー。なんか覚えてるわそれ、うん、今聞くとめっちゃ言いたくなるな。あ言いたくなる。河川敷サイドスロー。一応漢字カタカナだね僕の好きな。エルタールね。これ好きなんだよもう。これもう何回も新太くんに詩を書き直してもらって。そうだね、そうそう。タクヤプロデュース的な感じの歌詞の書き方してね。タイトルとかテーマをタクヤが考えて僕が言葉を載せるっていうちょっと新しい方法を取ったんですけど、途中からもう次覚えたけど、新太くんもっとうまいこと言って。そんな気がする。うまいことって何？っていう。男女でもない、恋愛とかでもない、応援ソングでもないみたいな雰囲気のものを書きたくてやったんだね。ライブでやると楽しい曲だなこれ。うん、割とリクエストとかでもよく上位に上がる曲だと思う。確かこれも高いんだよな。高いなんかシングルにしたい感じあったよ、ね、なんか当時選んでもらったような気がするな、うん、スタッフの皆さんで。いろんなバージョンが、ね、ありますね。そうだね。去年のツアーもめちゃくちゃやったもんね、これ。やった。ちょっとそのロックな感じと、うん、場面転換するときに使いやすいよね、うんうんうん、英語っぽい日本語みたいなやつのシリーズの一つではあるね、うんうんうん、そんなこの前作からちょっといろいろと研究してたんだね、当時。裏話じゃないですけど、あの余談ですけど、うん、三浦さんがさ、うん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 、この三浦さん の, あのアシスタントとかやってるね、うんうん、まあ、後輩、うん、ミックス対決大会やってくれた、うんうん、あそうね、いろんな人がこの曲 の, その会社でね、そうそうそう、ミュージックラボっていう会社で、そう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 、で僕らミックスキマスイッチショーもね、そうだったね、作ってくれて、ミックスコンテスト、そうそう、その時の課題曲に使ってもらったんですよ、ね、うん、ファミリーマートさんが流行ったね。そうですね、グリーン、あそうだ、パールホワイト、ね、ブルースカイっていうファミリーマートの看板の色を入れた。これ気づく人少なかったね。もともと例えばほらアコギでやってたやつ、うん、カントリーでねやってたやつをちょっとピアノでやったやなっつって、これをね弾いてると本当気持ちいいんだよな。これもライブで結構いろんなバージョンやったよね、うん、イントロの長いやつとかね。これね俺どっかのライブで気づいたんだけど、弾いててカノン進行スキマスイッチ初めてだって。そうか、この下がっていくコードが、コード下がっていくのがあるんだよね。そう、そう、もっとあるだろう。ないんだよこれ以前に。俺多分すごい嫌ってたから、その加工系をないのよ。多分これが最初なの。あの 3.11 があったから、うん、その時の影響もちょこちょこあってね。そう、歌詞なんかもそうだけど、うん、それ以前に作った曲とそれ以後に作った曲にちょっとだけやっぱり自分たちのね変化はあったなと思う、うん、だから歌詞の感じもこれを聴いたらどう思うかなとかも考えながら書いてったのすごい、ね、確かに覚えてる、うん、そう思ってなくても今その言葉使うとなんかあんまり良くないかもねとかね、うん、そう、いや逆に良かったりするのかとかね、うん、この特にこの曲はそう思って書いてた方がある、うん、最後の日ですよ。何が違うんだアルバムバージョンアルバムバージョンって書いてあるんだよ。シングルとアルバム何を変えたんだ。ミックスじゃないかな。ミックスか。歌を歌い直してるってことだね。 ありえるな。 ありえるわ、ね、でも確証ねでもそれっぽいな。なんかそれっぽくない、うん、これねもう一回歌いたいなと思った気がするんだよ、もっとできるみたいなことを。そう、シングルでもちろん正解を出したけど、うんうん、歌がシングルになってるのかな。シングルになってると思う。コーラスなし、コーラスなしにしてるかも、うんうん、昔はあんまりそれこそ社会風刺も歌わないし、自分たちの身の丈に合ったっていうのをすごく気にして、ね、書いてたじゃん詩を、うんうん、これ本当にそういう事件をね、そう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 、ある事件を見て書いた曲なんだよ ね、割とストレートに出したね、この時は、うん、あんま言ってなかったけど当時。そうそうそう、そういうのを歌っても
いいのかなっていう年を重ねてそうなってきたのかなっていう話は当時してたよね。そうこれだから珍しくね、だから世の中に対しての怒りみたいなものをめちゃくちゃ書いてる曲だよね、うん、2人とも。そうそうそう、これなんかだからライブでもあんまやってないけど、うん、歌う時にはちょっと覚悟がいるっていうか、うんうんうん、そんな簡単には歌えない歌で、エネルギーがいるんだよね。そう2011年に有線で3月を境に一回やめたんだよね。曲的に歌詞がちょっとストレートすぎるから。そうだそうだ。でその年は結局2ヶ月しかかからなかった、うん、曲だったのね。そうだった、まあ、だからすごく重い歌だもんね、私の方ね。本当、まあ、でもちょっとライブでまた、ね、やりたいんだもんね。ダブアレンジ僕アレンジっていうかブラスのねブラスのラインを制作模様をさずっとこれ定点カメラで撮ってもらって、うんうん、作ってきてクリスマスソング一応ね、うん、クリスマスソング鈴木さんか。鈴木さんベース、クリチャーズ。鈴木さんのベースもいいよね。うねるうねる、ね、なんかかっこいいよなあの感じ。不思議な曲だねなんか、まあ、詩はもうシンタワールドだよ ね、 ね完全にもうマッチューの少女ですからね。そうするとさ、あまりこう幸せなクリスマスってことじゃなくなってくるもんね。そうね。なんかそれをちょっと物悲しさがある。最後ちょっと変えたいから、ちょっとあまりに悲しすぎるからって多分タクヤがその時言ってた気がするんだよね。一番終わりをね、結びをちょっと希望を持たせたい。希望を持たせたよね。うん、そうだかもしれない。うん、刺さって抜けないやこれです。最初ねひらがなだったの。うんうんうん、で俺が。やってあのやって聞いたら多分はおぞーって急に急に言ってあそうだよ見つけたみたいな感じになってあそうだったんだってなったすっごい覚えてるんだよ。これもう当時はだから、うん、iPad 使ってそうだね歌詞ね歌詞2人で共有しながら書いてるやつか、うんうん、これクリスマスじゃなくても別にやってもいいけどね、まあまあ、そうね雪は出るくらいです、ね、大活躍ねライブで大活躍の曲ですよ。これまあギターのカッティングで作ったと思うんだけど、うん、なんかただのポップスじゃない感じがさたまに出てくるじゃんこういうの、うん、アーセンもそうだし、うん、どっかにあるんだよなやっぱスーパーバタートップとかさ、うん、当時の山さんもそう、山さんもそう、ね、ギターのカッティングはもう完全に僕は山さんだし、スパノバとかね、あスパノバとかね、こないだなんか楽屋でかけたら懐かしいって言ってたよ。あれから聞いたわいいよなめっちゃかっこいいよなスパノバ。今何してるんでしょうか。本当だね。二人はやってるんじゃないでも。やってないのかな。うん、当時そのスパノバっていう二人組だよねあれ。うん、兄弟ね。兄弟か。で宅録であの音を作ってる。そうそうそう宅録ってまあ自宅録音全部が、うん。宅録でこんな音作れるんだっつって二人でデビュー前だねあれ、うん。めっちゃ感動してたよね。そうやりてえ。うん、これスモーキンレイニーブルーは一応歌詞に書かれてないけどスモーキンレイニーブルーを繰り返す最後に非行にね、レイニーブルーっていうのをつけたのね、うん、その徳永さんのレイニーブルーにもしかして来られたらいかんで一応徳永さんに電話入れたんだよね。連絡してちょっとスモーキンレイニーブルーっていうタイトルなんですけどレイニーブルーっていう言葉が入っちゃってるんですけど、うんうん、いいですかって言ったらなんかねちょっと洒落たことを徳さんに言ってくれた、うんうん、今年いきなり念願メール来た徳永さん。あそう去年一昨年も来たよね去年あれ本人と思ってありがとうございます僕それもガラケーの方だ俺徳さんにまた怒られる。じゃあ僕ね前も徳さんに怒られたのよお前メール全然返してこねえなって言われて、はいはいはい、いやいやいや来てないですよって言って、うん、いや絶対送ってるからって言ってガラケーだまた怒られるわ徳さんの連絡先一応だから公認なんだよ多分非公認じゃないんだけど一応ね、うん、晴れ時々曇り明るいバラードを作りたかったっていうのもあったね。今村さんと慎太君がこの宇宙まで届く高さで泳いでる魚たちが喧騒音ね。そうそうこの喧騒音のことでしょって言って、うん、僕これ本当に何のこと言ってるか意味わからなかったからそういう歌詞なんだなと思って歌ってたからうろこ雲ねうろこ雲うろこ雲のことかそうそう11月ぐらいに出る高いところにある雲ですね、うん、これねあの後にダブルスバージョン作るじゃん、うんうんうん、ダブルスバージョンの晴れ時々曇りすごい好きでおー拓哉がいろいろとパーカッションであそうそうまあなんか叩いてループ作ってね、うんうん、これって人気あるんかななんか微妙なとこにねこれ
確かにね、でもすごい好きですって言われたことはないかもしれない。これと虹のレシピが同じカテゴリーにいる。なんとなく分かる気がするな。すごい好きなんだけどな。これだからさ、当時クロスロードみたいな、うん、そうだね、明るい前向きながら、そうそう、ミスチルのね、クロスロードって曲があるんですけど、そのちょっと跳ねてて、うん、なんか明るいバラードみたいなのうちないよねっていう話をしてて、うん、そこから作ったのね、これね、うん、でもこれいい歌だよねこのこのギターのフレーズから作ったの、確かね、うん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 、僕はあの雨の日に原付で雨じゃ雪の日だ、雪の日に原付でやっとお金を貯めて買ったギターをね、高峰のギターを抱えて雪の中帰ってたら、ツルンって滑ってバイク、僕、ギターぐらい飛んだんですよ気づいたら真上向いてたからでも全然大丈夫だったんだけど、うん、無事でない、それやばいと思ってギターを見に行って、ギターケースをこうやって開けて、あ、やば、危なかった、セーフだと思って持ち上げて裏見たら穴開いてたんですよ、うん、やっと金貯めて買ったギター、僕そのままもう一回大の字に空向いてチキシャーって叫んだ雪の中、雪の中それこそめっちゃ覚えてる、あれ梶ヶ谷に住んでる時だ、そうだそうだ、めっちゃショックだった、あの時時間の止め方で始まって、うん、またねで終わるっていうコンセプトはちゃんとありますね、うん、ということで改めて、はい、まあ、ミュージアム聞きましたけど、タイアップ多いなこの頃まだまだまだありますね、うん、いただいてました ね、 ね、本当に、そうか、これ5枚目なんだね、うん、そう考えると3部作以降のスピードが遅すぎるねいや、あのツアーがでかくなってるから、そうか、それはもうしょうがなくなってる、ま、待ってくれてる方には申し訳ないんだけど、別々の活動を挟んだからね、うん、そうそうそう、その意味では、このタイトルめっちゃよくできたなと思ってるあのアルバムタイトルの中でも気に入ってるんですよ、うんうんうん、この辺までまだまだトモキッチ続きますん で、はい、で次回は2014年リリース、はい、スキマスイッチ、はい、ということでございます。来た来た、あと残り何枚ですか？5枚なのかな、2枚じゃない、これなんか忘れてない、俺たちだいぶ記憶なくなってるでまだあります、まだ続きます、まだある、まだ続きますか、まだある、ね、はい、はい、ということで今日はこの辺まで、チャンネル登録お願いします。